ライバイパーでいっぱい切りながらキルしちゃおっかな。キル派だけに。なんつっていきなり地球温暖化を阻止してしまう。どうも SDGs です。ドライバイパーアップデートため切りのチャージ時間が爆速になってしまったということで、これもデンタルジム泣かしだね。全員切り刻むわ。ギアを見てくれ、移動ガン積み。もうとにかく行動スピードに全振りしたわ。これで相手の懐に入ってチョキーンよ。一瞬で内臓ごと切り刻む。フルチャージ一発当てても60だから、 だいぶ難しいですこの時。直撃狙うわ。こんな感じな。あ、今当たってないの？やばい、ドライバーイパーため切りの当たり判定狭くないか。今びっくりした。ジムアイパーとかデンタルだったら今当たってたよな。今の距離だともっと接近しないといけないのか。やばい、ドライバーイパー昔使ってたんだけどな。1年前は星4まで極めてっから。ちょ、そこ見せるわ。あーらよっと、今のは悪い例ね。そう、こっから覚醒するか。みんな見てて。でちゃんと B コーを田植えしてるから復帰が早いと。まあ、結局ね、相手の懐に入ればこのドライバーイパーマジで化けるから。ちょ、見せるわ。だから今のところまだ相手の懐に入ることない。ん？ちょ、日本語が早くなってしまう。チャージ時間が早いから。一応スペシャルから結構厄介なんだな。そのサメ枯れた。よしよし、からの沼ちゃん枯れた。何入り組みすぎ。みんなもうちょい冷静になって。よし、ミサイルでこれで相手の懐に入る。見ててよ、このまま一緒に入り込むわけよ。うわ懐かしい。てかこのステージだったよな。僕が1年前ドライバイバーの試合あげたのこのステージだったよな。思い出したわ。キルシューとかも作って、冒頭茶番に10秒ぐらいの切り刻んで、君も切っちゃおっかな。降りておいで。やばい、それは聞いてない。でも直撃マジ気持ちいいな。今回の動画の冒頭茶番使い回そうかな、編集時間ないから。いやもうむずい、くそ、エイム死んでる。この武器マジで2回当てんのむずいが、待ってこれクソ刺さる。やばい、神の裏取り。あれ、どこ行った。やめて。消えたんだけど。あそこな、見つけちゃった。緊張ちょきーん。君の内臓の色は何色かい。まずはイカにしといて。君タコの刺身な。よしよし、結構切れ味いいね。だいぶ切れ味これ当たる。あといません。オーケー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 。徐々に1年前の感覚が戻ってきた。ここに来て1年前の僕の切り刻み能力が戻ってきた。君も逃げれないね、かわいそう。じわじわと切っていくこの感覚、己の手で生命を無と化すこの瞬間、一番生を実感するよね。懐に入ったドライバイパーは最強、強すぎ。やばい、やってるわこの武器。今すぐ弱体化した方がいい。でもチャージ時間強化されたとか言いつつ2フレームなんだよな、早くなったの。ぶっちゃけそんな早くなってないんだけど、まあ、これはプラシーボ効果といったところで GG、 いや DD。 さっきの試合みたいに敵陣に入り込めばめちゃめちゃ強いから、敵陣に入るまでがめっちゃむずいんだよな。敵陣に入ったらもうあとは荒らすだけっていう。ひたすら溝落ちをぶん殴るだけでいいから、それちょっとやりたいんだよな。だが今回オバフローとかいうめちゃめちゃ厄介な武器はいるが、降りてこい、そこいるんだろう。分かって、ちょ、邪魔しないで君。ちょ、それやめて。1対2だいぶきついな、ドライバイバー。1対1でもだいぶきついのに、1対2になった瞬間も絶望のずんどこ。当たれ、くそ、当たれ。いやー、当たんないな。結構角度がむずい。よし、よし、ノーチャでいい。意外とノーチャ強くない？わざわざため切りしなくてもノーチャペチペチした方が強い説ある、これ。実は。ここに来て気づいてしまう。神髄ってやつにな。そこいるいるいる。2人で詰めよう。一発当てる。よし、当てた。もう一発、当たれ。あれ？お前耐えてんじゃねえよ、人のフルチャージを。ちょ、こいつ硬い。全然倒せなかった。いや60ダメージ低すぎひん。普通に回復されたらさ、2角から3角になっちゃうからさ、普通に80ダメージくらい欲しいよね。80あったらさすがにぶっ壊れかな。これ詰めて、これ詰めたらマジ最強なんだけどな。まあ一旦落ち着くか。一旦落ち着いて、ここぞという時に敵陣に入り込むわ。まだ時は満ち満ちていない。ミサイル貯めるか。ミサイルと一緒にどさくさに紛れて敵陣に入るのもありっちゃあり。やべ、万面ミンミゼミミンミチョキーン。あれ、え、ちょっと待って、あれ、今のは悪いお手本。そう、定期的に視聴者に悪いお手本を見せることによって反面教師にしていただきたい。こっからお手本するね。そう、今のはお茶の子、ここからがフィナーレ。トリマエリアを取りつつって結構塗れるんだよな、この横移動しながら塗るやつ。これでエリア一人で取れるから結構強で、ビーコン暇さえ合えば置いといて、これカウントリードできそうじゃない？これ行くか？いや、ちょっとさすがに勇気ないな、これ敵陣に入るの。もうちょいチャンスがあったらな。これで世界変える。ミサイルと一緒に、誰かデスで出す、デスしてくれ、デスお願いお願いね。いや、くそ、僕の音が、やばい、えぐい、お前。危ねえ。今のバウンドえぐすぎだろ。お前、直撃当てるわ。ち
あれ、あ、いや、直撃むずないこの武器、普通に。なんかカウント終わるわ。敵陣に入らなくても勝てるっていうね、その2パターンを紹介していく、そういう動画になってます、今回は。よーし、こっちのステージは裏取りしやすいんじゃない。こっからもう敵陣に入り込むわ。まず2パターンだから、右から入る、正面からだとさすがにバレちゃうから、右から入って敵陣荒らすわ。あ、そこまでは結構辛抱だ。ちょっとトーピードやめてね。トーピードマジ強化されて射程上がったの結構鬱陶しい。鬱陶しいマジ。やばい、これ立ち回り終わってない僕は大丈夫かな。いや、僕めっちゃ狙われてる。いや、射程が短い。うわ、届かねえわ。弾速も遅いし、ちょ、これきつくないこっちのステージ。一旦ミサイルのお茶濁すわ。え、しんどい、しんどい。やめて、やめて。もう、こいつらやばい。お、やれた。お、一旦冷静になる。一旦冷静になって、敵が多分左にエリアがあるから、多分、だいぶ左に集中してると思うんだよな。だから、その、あえて裏を嗅いで、右から、うにょと裏取りのタイミングを伺っていく。いけそうでもいけないな、これ。無理だ。やっぱ右だ。バレてない、バレてない。後ろからしばける。完璧な裏取り。自殺も許さない男。よし。今の空中キル、マジで害悪じゃない。待って、これバレなくない?これ、行くわ。今しかない。タイミング神。完璧な裏取り。見せます。チュキーン、チュピチュピ。くそ、あと3人。うぜ、こいつ。手上げるな。煽ってんじゃねえ。エリア見ろ、エリア。はい、僕の勝ちな。煽ってるバーカ。やばい、みんな。普通に裏取りが成功せん。さっき1回目はめちゃめちゃ成功したのに、あれからめっちゃ成功しない。どうなってんだ。ドライブやっぱ裏取りしてなんぼみたいなところあるのに。正面戦闘ぶっちゃけきついよな、ドライブって。確定数多いし、キル速も遅いし、射程も短いし、ただ機動力しかねえから、なんかボールドマーカーのちょっと上位互換みたいな感じのイメージなんだな。だが今回、裏取り。いきなり初動でいっちゃうよん。にょん。一人ぐらい倒した。一人ぐらい。やべ。誰か助けて。無理。再び何度でも裏取りしていく。大丈夫。キャラコンでお茶を逃がす。君の造物が見たい。君の血の色はピンク色ですか。あれ、試合終わる。あれ、早くない？ノックアウトの試合多くない今日。マッチングしていく。やばい、勝率めっちゃいいけど、ミドルコロがね、だいたいノックアウトで終わるから、キル数が20キルいかねえんだよな。だいたい10キルもいかずに試合が終わる。この試合もノックアウトじゃないことを願う。やばい、なんだこいつ。やばい、うますぎ。え、プロゲーマーいる。キル速遅すぎひんか。今日ずっと言ってるこれ。キル速が遅すぎる件について。やっぱ直撃当てないとダメなのか。うまっ。今のキルをもう20回ぐらい決めたい。やばい、僕しかいない。やばい、死が近い。耐えるわ、見てて。はい。くっそ、エイム。ビーコンとの相性がいいな。デスも多くない。後ろがガラキオン。ビーコン刺さりすぎじゃない？君も切っちゃおう。やばい。誰か助けて。やばい、ちょっと待って。このタイミングきつい。危ない。ちょ、横振り使いすぎるのあんま良くないかもな。チョキン。切り刻ん。え、今の直撃じゃないの？こいつはさすがに僕が直撃当たる。ねえ、直撃してなくないこの試合。見せろ次。次直撃するわ。せっかくチャージ時間が短くなってんのに、今んとこ脳茶で縛いてるわ。あー、おかしい。話が違う。今日の試合なんか早くない？さすがに僕が決める。気持ちいい！気持ちよすぎる今の。やば、おー、生存力が高い。あ、終わったわ試合。忙しい方におすすめです。